お家とかでシャンプーとかも増えてくるとは思うんですけれども、はいはい、なんか先生的にこういうシャンプーのやり方とか注意してほしいとかっていうことってあったりしますかね。そうですね、あのお肌のことを考えていただくと、はい、まあ、シャンプーする際には、まあ、できるだけこう肌に刺激がないようにっていうところを注意していただきたいんですけれども、はい、まあ、例えば、泡でしっかり泡立てていただいて、それをこう乗せるような形で、もうゴシゴシしないっていうところを心がけていただきたいなと思います。結構最近あれですよね、はい、人間の方でも CM とかで泡を思いっきりつけてこう洗うみたいなね、うん、はいはい、シャンプーとかもすごくあるので、もうまさしくあれ。まさしくそうですね。そうですよね、はい、よく摩擦レスとかね、コマーシャルやってますけど、ね、同じようなイメージですかね。はい、もう人ともう同じように、はい、洗っていただく。赤ちゃんの肌ですか。そうですね。できるだけ優しく洗っていただくっていう。他何かありますか。そうです。あと温度とかですかね。はい、できれば、ワンちゃんの肌と同じそれより低い温度ぐらいを目安にしていただきたいので、38度前後を目安にしていただいて、ちょっとこうあぬるいかな、ちょっと冷たいかなぐらいを目安にしていただくと、いいんですね。で、理由とすると、温度が高ければ高いほど、皮膚って乾燥しやすいよって言われてるので、まあ、そういった観点から見ると同じぐらいの体温と同じぐらいの温度を目指していただくといいかなと思います。意外にね、それだとぬるくてなんかかわいそうかなって思っちゃう方もいらっしゃるかと思うんですけどね。意外に高温だと逆に僕らもね、高温で袋をゆっくり使った後とかって、その後冬場とかってすごく乾燥しちゃうと思うんですけど、まさしくあれと同じ状態になると思うので、やっぱりね、温度とかも注意しながらやっていただければいいかなと思います。もちろんその温度だったり洗い方も大切なんですけど、流し方とかも結構僕の中では大切かなと思ってまして、例えばなんですけど、ワンちゃんって四つ足で立ってるので、足先から流していっちゃって、最終的にお顔を流しちゃうと、結局お顔の部分の泡が下に流れていっちゃうので、また足先に結局そのシャンプーが残っちゃう形にもなっちゃうと思うので、基本的には頭から首から背中から手足、足先っていう、あの順番に洗っていただきたいので、上から洗い流していくってことはイメージしていただいた方がいいのかなとは思っております。あとワンちゃんってすごくシャワーだったりとかもこうなっちゃう子もすごく多いと思うんですね。そういうのはシャワーの勢いだったりとか、ジャーっていう音だったりとかね、すごく怖がっちゃってる子もいるので、例えばですけど、使ってない食器用のスポンジとか、まあ、スポンジですよねとかがあるんであれば、そこに水を含ませてちょこちょこ握って流してっていう、やり方だったりとか、あとはシャワーのヘッドあるじゃないですか。あそこのシャワーヘッドを取ってあげると、もう普通にジャーってホースになるんですよね。ああいうものだったら音とかは全然遮ることができるので、音がしないように調整しながらとか、あとはもうシャワーヘッドつけるんであれば、手に密着させてやってあげると、肌への刺激だったりとか、音っていうのも全てシャットアウトできるので、近づけながらやるっていうのも一つの方法かなと思って、ちょっとご参考にしていただければいいかなとは思います。洗った後っていうのは、まあもちろん乾かしに入ると思うんですけど、はい、どうやってやっぱ、そうですね、はい、できるだけ、まあ、タオルドライを、まあ、中心にやっていただければと思うんですけれども、はい、吸水性の良いタオルとかいくつかあると思うんですけれども、はい、まあ、それをこう散らずにですね、何枚か1枚じゃなくてワンちゃん1人に対して、まあ、3枚ぐらい使っていただくような感じで、洗濯も増えちゃいますけどね、はい、ワンちゃんのためにやっていただきたいですね。はい、どうしてもドライヤーとかだと、家庭にあるやつだとこう熱風というか温度が高かったりしますので、温度が、ね、先ほども高ければ高いほど乾燥しますってお話しましたので、できるだけ、まあ、低い温度の設定にしていただいたりとか、今の時期だと少し扇風機なんか使っていただいて、我が家だとうちの子はもう扇風機に差しながら、はい、ドライヤー使ったりしてますね。とにかくこう熱よりか風をで乾かしていただくというイメージですね。僕らが持ってるようなドライヤーって業務用のドライヤーだったりするんですけれども、ああいうものって結構風が割と強かったりするんですけど、それ以外にも温度もしっかりと調整細かくできるんですよね。なので温度が高すぎないようにっていうのを調整しながら行っているので、そこまでの刺激っていうのは一般の家庭のドライヤーよりは少ないはずなんですけれども、
まあ、そういうちょっと違いがあるので、まあ、僕らの動画とか見て落ちて試してみようってネットライヤーでガーってやっちゃうのはちょっと危ないかもしれないので、うん、そこは注意していただいてやっていただければいいかなとは思います、うん、乾かして終わりって感じにはあるんですけど、僕らはお風呂入って、まあ、その後って必ずスキンケア的な保湿とかってするじゃないですか、うんうん、はい、やっぱワンちゃんとかも必要ですか、はい、先ほどありましたけど。そうなんです、もうしっかり保湿をしていただきたいと思ってます。でシャンプーした後って、まあ、必ず、まあ、どんなこう保湿系のシャンプーとか刺激が少ないシャンプーを使ったとしても、その後って肌って乾燥していっちゃうんですね、はい、なので、まあ、それは踏まえると、まあ、必ずシャンプーした後は保湿をセットでやっていただきたいなと思ってます、うんうん、はい、まあ、シャンプーするなら保湿、保湿しないならシャンプーしないぐらいの勢いで、そのぐらい必須ですね、はい、やっていただきたいですね、はい、保湿はどのぐらいに1回やるといいとかって何かありますか、指標で、まあ、大体に日常的な、ね、日常的な、はい、はい、は、できれば毎日1日1回程度はやっていただきたいなと思うんですけど、はい、まあ、初めからね頑張りすぎちゃうと途中でね疲れちゃったりしますので、まあ、例えばね1日おきとかでも構いませんので、保湿していただければなと思いますけれども、理想的には回数たくさんあった方がいいので、まあ、人間のデータとかだと保湿剤って、まあ、量より回数って言われてるんですよね。そうですね、はい、なので1日2回でも3回でも結構ですので、ワンちゃんとのコミュニケーションを取りながらね、やっていただくといいと思います。やっぱね、僕らも今男の人もスキンケアするのが結構当たり前になってきましたけど、そうですね、本当ね、やっぱそういうワンちゃんももうしっかりとしていただくっていう時代なのかなと思うので、うん、ね、お近くの、まあ、ペットショップとかそういうところのスタッフさんとかにも、まあ、保湿剤とかもご相談していただいたりとかしながらうまく取り入れていただければいいのかなと思います。お家でシャンプーするときにどのぐらいの頻度とかで洗った方がいいとか何かありますか？そうですね、明確な基準って特にないんですけど、例えば、皮膚のトラブルがあるケースですね、例えばアレルギーのワンちゃんとかだとだいたい週1回ぐらいが目安になってます、うん、で、まあ、その理由っていうのはやっぱりこう肌を清潔に保ってあげるっていうところだと思うんですけど、まあ、その他にも、脳死症って言われるバイ菌の感染増殖とか、マラセチア皮膚炎っていう、まあ、マラセチアっていうカビの、菌が増えてしまう、まあ、病気がありますけど、まあ、そういう、皮膚トラブルだと大体週2回ぐらいが目安って言われてますので、なんか皮膚トラブルある場合は比較的こう回数をたくさん重ねていただいて、まあ、何もないよっていう子に関しては、月に1回程度を目安にしていただいて、もちろんその個体差って絶対ありますので、まあ、月1回だとやっぱりちょっとベタつきあったりとか、まあ、本人が痒くなったりとかちょっと匂いがするかなっていうようであればやっぱり縮めていただいた方がいいですし、まあ、そのあたりトリマーさんの方がね回数とか頻度とかっていうのが詳しかったりすると思うので、ご相談いただいたりするといいのかな、はい、ぜひねご相談いただければと思います。ね、だからやっぱりそういうシャンプーだったりそういったものとかも、うん、やっぱ正しく行えばねいいんですけれどもね、ゴシゴシ洗っちゃったりとかね、はい、結構力強く洗っちゃったりとかすると、はい、それが原因でもしかしたら悪化して皮膚トラブルの元になっちゃったりすることもやっぱりあると思うので、こういう正しい知識とかね、そういったものを参考にしながらシャンプーと、まあ、ケアとかもねしていただければいいかなとは思っております。あと、はい、もう一点、あ、はい、何でしょう、いや、そのシャンプーあるあるなんですけど、はいはいはい、気をつけていただきたいのが、はい、ご家庭にあるシャンプーを、はい、1年前のを使ってるとかちょっと残っちゃってるのをずっと使ってますっていうのがね、はいはい、たまにお聞きすることがあるので、たまにあります。大きいボトル買っちゃいましたよっていう、ね、方とかちょっと分中小分けにしていただいたりとか、はい、できるだけ、まあ、2ヶ月3ヶ月以内とかで使い切っていただくか、新しいものに、ね、していただくとかっていうちょっとした気遣いっていうのね、はい、お得用っていうのは目にいっちゃいますからね。まあそういうどのぐらいで使い切れるかっていうのも考慮しながら、はいね、はい、1ヶ月に1回しか洗わないんであれば結構小さいボトルとかでも全然十分だと思うので、わざわざお得用買わなくてもね、はい、いいと思うのでね、はい、はい、ぜひそうお願いいたします、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあすいません、以上いろいろとお話ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、こういうなかなか僕がお話ししちゃうとなかなかね、トリマーなのでね、
病気のこととかはちょっと外れた存在ではあるので、こういうしっかりとした方に、今回来ていただいてご説明していただきました。先生ありがとうございました。ありがとうございます。本当私たちもあのトリマーさんからあの気が気づくこととかもたくさんありますし、あのご家族の皆さんもなんかちょっとしたねあのご飯とかそのシャンプーの頻度とかも含めてね、トリマーの皆さんにもご相談いただくといいんじゃないかなと思います。三者一体ですかね、になって、はい、そうですね、はい、うまくケアね、はい、やってって思ってます、はい、思います。では、今回は以上の動画となります。ご清聴ありがとうございました。あ、言いたかったんですけど、ためになった方はグッドボタン、良ければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。これ言ってみたかったんでつけましたそれではありがとうございました。さよなら。